ニュースポストセブンです。週刊ポストが11月26日に公表された政治資金収支報告書を精査したところ、稲田朋美元防衛相が贈答品代に多くの政治資金を使っていたことが分かりました。バレンタインデー前の2月7日、チョコの名店ラ・メゾン・デュ・ショコラに合わせて約27万円を支出していました。義理チョコも政治資金で買っているのでしょうか。他にも地元福井の白山山ぶどうワインに約70万円、ワインショップだけで政治活動費の贈答品代として8件、約83万円を支払っています。ニュースポストセブン。